それでは本日は測量士の問題、平成30年午前の問題、ナンバー10、11、12やっていきたいと思います。本番近づいてまいりましたので、少しでも覚えて力になればなと思います。ではやっていきましょう。まずは、B の標高の問題。これ何かって言ったら、ジオイドが1000メーターでマイナス 0.02、だけの傾きがありますよという問題です。まあ、そんなに難しい問題じゃないね。で、A の標高が 20.6 で、大体高が 58.8 ということは、ジオイド高はいくらになるかっていうと、これとこれ聞けばいいね。で、そして、B の標高を求めたいと、B の大体高は 55.2 だったと。で、ジオイド高は1000分のマイナス0.02 なので、そういう傾きがありますよという問題なので、まずは何を求めるかっていうと、A のジオイド高だね。ここの部分になります。で、引き算すると 38.2 になります。ここが 38.2 です。で、次は B のジオイド高どうやって求めるか。ここが 38.2 で、こっちに向かうに従って 1000m で 0.02 の傾きがジオイドがあるわけだから、こうすればいいね。傾きがあります。これ 9000m あるので、まあ、9倍すればいいね。これね。0.02 をね。そうすると B のジオイド高は 38.02 というようになります。ここが 38.02。で、38.02 だったら、これ 55.2 から 38.02 いけば X が出るね。だから 17.1 チャージ。めちゃめちゃ簡単だね、これね。これできないと、合格はないでしょう。簡単でした。はい、では次です。11番。GNSS 水準測量。これね、よく出ると思います。今重要になってます。これは何かっていうと、高精度なジオイドモデルのおかげで、3級水準点がパッと、ね、スタティック法で設置できるようになったということになります。これね、基準点が取れるということだね、これね。測定をするのにあたって、3級水準点がパッと取れるというのがすごい便利だなというふうになっています。今までであればどうしてたかっていうと、従来は主要国道沿いの季節の水準点。主要国道沿いにしか水準点がなかったんだね、これね。季節の水準点はなかった。で、ということはそこから、多大な時間と経費をかけて水準測量により水準点を設置していた。だからそこからレベルを取ってずーっと持ってきたね、山の中までね。今ではそれがパッと取れますよということで、この GNSS 水準測量ね。GNSS を使って、パッと取れるということになります。で、これで覚えててほしいのはパッと取れるようになった。3級水準ではパッと取れるようになったということと、何かっていうと、これね、よく引っかかるね。セミダイナミック補正は行わない。これね、二重補正になるから、セミダイナミック補正は行わないというふうになってます。だからここら辺も、GNSS 水準測量でセミダイナミック補正は行わない。なんか間違ってるような気がするよね。だけど、そうなんだっていうことです。で、ここで出てくるものとして、電波の大気遅延による誤差は要注意と。ね、だから天候は十分に要チェックしないといけないよと。まあ、天候に左右されないのは GNSS なんだけど、こういうものが必要なので、電波の遅延、大気遅延による誤差ね。それを、要注意しないといけないので、十分に天候はチェックしてくださいと。原則として結合多角方式。これはまあ、1、2級、ね、基準点測量で、まあ、正確にやるにはこれが必要だと。そういうのを覚えておかないといけない。GNSS 水準測量ね。セミダイナミック補正を行わない。ここら辺はきちっと覚えておきましょう。基礎基本ですね。はい、では次です。12番、水準測量の誤差です。これ水準測量の誤差は測量手法にもよく出てきます。で、ゼロメモリ誤差っていうのがあります。まあ、表尺のゼロ点誤差だね。そう言われます。そう言われた場合は、設置回数は偶数回。で、往路復路の出発線に立てる表尺は、違うものでないといけないよ、ことにすると書きました。ね、ゼロ点誤差についてのことも基礎基本だね、これね、測量手法レベルだね。はい、で、そして、表尺のメモリ誤差というのは、ゼロメモリ誤差と表尺のメモリ誤差だね。はい、違うものだね、これね。はい、で、表尺改正数で補正していくのが表尺のメモリ誤差です。ゼロメモリ誤差はこうだね。はい、で、そして、表尺補正計算です。表尺補正計算は何かというと、まあ、これ計算問題でもよく出るよね。表尺補正の計算ね。それをやる場合は、2級水準測量。2級の場合は、高低差70メートル以上で実施。こういうの場合でもね、表尺補正は高低差で行うんだってね。高低差、計算があったね、これね。それで行うの。で、もう一つ、正規正標高補正っていうふうに言葉出ますが、ね、正規正標高補正は何かっていうと、正規正標高補正。ね、これ、楕円補正って言われたりするね。平均標尺って書いてある。違うね、これね。平均標高だね、これね。はい、書き換えるね。平均標高で行うんだね、これね。ね。
正規正標候補生は楕円補正とも言われたりするね。けど楕円補正というのは作業規定の中では出てこないので、正規正標候補生は平均標高を用いて行いますよ。これ計算問題でもあったりするね。で、もう一つ、正標高補正。これは実測重力を用いますよということね。これに関して、楕円補正に関して、正規正標高補正に関しては、平均標高で行いますが、実測重力で行う正標高補正でも可ですよ、というふうになってますので、そこもちゃんと覚えておくのは重要かな、というふうに思います。ちょっとここ書き間違ってましたけども、書き直しました。しっかりと、いろんなことを覚えて、本番を迎えるようにしてください。一つでも多く覚えるっていうのは、まあ、覚えてなければ答え出ないからね。覚えられるように頑張ってください。以上で説明を終わります。